日本優先株式会社は、1885年9月29日に創立された船会社である。三菱財閥の中核企業であり、三菱重工とともに三菱グループの源流企業である。1893年12月15日に株式会社となった。日本の三大海運会社の一つであり、戦後の株式指定銘柄12社の一つでもある。 A 賞の日本郵船会社からライクラインという副賞がある。国内、海外を合わせて350以上の都市の港へ755席の運航船舶が乗り入れており、運航船舶数規模及び連結売上高及び連結準利益で日本では1位、世界でも最大手の海運会社の一つである。2006年2月にマースクライン社が 世界第3位の業界シェアを占めるオランダの海運会社 p a ンドロイド社と合併し世界最大手になったためナイクは連結売上高で世界2位になった国内以上に海外での知名度が高く日本海運のフラッグキャリアと呼ばれるゆえんである台湾出兵を機に国有会社の日本国有便上機船会社とのシェア争いで勝利した 三菱商会系の郵便機船三菱会社は三井系国策会社の共同運輸会社と度重なる値下げ競争を行ったことで日本の海運業の衰退を危惧した政府の仲介により両社が合併し日本郵船会社が設立されたファンネルマークは白地に2本の赤の線で2ンと呼ばれ2社の対等合併を表すなお現在は 郵便物の運搬は取り扱っていない。2002年10月からイメージキャラクターにアニメサザイさんの船を起用し、その広告が第46回日本雑誌、広告賞金賞と JR 東日本ポスターグランプリ2003同賞を受賞した。船起用の契約は2006年3月31日をもって終了し、同年4月17日からは、こと、 欧州を起用している。三菱金融会及び三菱広報委員会の会員企業である。欧米と協調して航路を開いてきた歴史を持つ一方、石原産業会運の命外配線がもとで最盛期の1935年にオランダと貿易摩擦を経験している。日本郵船横浜支店が入る横浜郵船ビル2004年3月現在の主な事業所は以下の通り。 ルックデルュー作、スプバンクなど自動車運搬戦略やリーダー豪太多,多数。この記事は以下のカテゴリでも参照できます。昭和海運に関するカテゴリありがとうございます。